どうも、まさとです。今回は、地租改正について解説をしていきます。とにかく、明治政府ってお金がなかったんですよね。なので、少しでもお金を確保するために、いろんな税のシステムを変えていったんですね。どういう風に税のシステムが変わっていったのかを捉えていただければ、今回のところはバッチリですので、頑張ってやっていきましょうね。じゃあ、早速ね、中身に入っていきましょうね。江戸時代のね、復習から軽く入っていくんですけど、江戸幕府の収入って何だったかって言ったら、お米だったんですよね。農民たちから毎年毎年税を取って、それを収入としていたんですね。だけど、お米での税っていうのは難点があるんですよ。毎年毎年入ってくる額が違うわけですね。お米の取れ高というのは天候によって左右されるわけですよ。豊作の時はたくさん税が入ってくるし、凶作の時は全然税が入ってこないわけですね。お米での税というのはこんな感じで毎年毎年入ってくる税が違うので非常に不安定なんですね。入ってくる額がどれくらいなのかがわからないので、お金の使い道、こういうものにお金を使っていこうという予算も立てられなくなってしまうわけですよ。これはいくらなんでも大問題だという話になっていくんですね。で、このね、税収を安定させるために、予算を作れるようにしていくために、明治政府は改革に乗り出していくわけですね。その改革が何かというと、お米で今まで税を納めてもらっていたけど、これからはお米ではなくって、現金で税を納めてくださいねっていうシステムに変えていくんですね。このことをなんていうかって言ったら地租改正って言うんですよ。そもそもお米でもらうのって極めてめんどくさいんですよね。明治政府がお米で税をもらいます。そうしたらそのお米取っといたってしょうがないので、一回商人に売って現金に変えるわけですね。この現金に変える手間もものすごくかかっちゃうわけですよ。さらに強い国を目指しているのに、外国からどんどん技術を習っていきたいわけなんですね。この時に外国人の講師とか雇ったりするわけなんですけど、この人たちに現金でお給料を渡していたんですね。お米でもらったって外国人の講師どうすりゃいいかわからないじゃないですか。いや、今年もご苦労さん、じゃあお給料とかっていう風に言われてね、お米900キロとかもらったって、これどこに保管しておくんだっていう話になっちゃうじゃないですか。だから現金じゃないと本当にめんどくさいことが多々あったわけですよ。なので、お米から現金に変えていくという改革を行っていくんですね。で、江戸時代までの税制をことごとく明治政府はぶっ壊していきます。で、まずね、これをね、変更していったんですね。田畑勝手禁止令っていうのをね、今まで出していたわけなんですけど、これをね、許可していくことにするんですね。これまではお米以外のものは作っちゃいけませんよっていう風に取り決めをしていたんですね。なんでお米以外のものを作っちゃいけないかというと、江戸幕府の収入がお米だったからですね。ちゃんと農民がお米を作ってもらわなかったら、幕府の収入が減ってしまうわけですね。なので農民たちにはお米だけを作ってくれっていうような感じで米作りを要求していたんですね。だけどお米なんかよりも作ったら高い値段で売れるものっていうのが多々あったわけですよ。それはごまとかくわですね。こういった作物を作った方が圧倒的に高い値段で売れるわけです。なので江戸時代の農民はこういった高い値段で売れる作物を作って販売していたんですね。こんな感じで売る目的で作られた作物のことを商品作物って言うんですけど、商品作物を隠れて作っていたということなんですよ。まあなので、お米以外作っちゃいけませんっていうルールが江戸時代にあったんですけど、これ形骸化していたし、そもそもこれからはお米で税もらうんじゃなくて現金でもらうわけだから、関係なくなるじゃないですか。お米以外のものをたくさん作ってくれて、お金儲けをしてもらって、それでちゃんと現金を確実に納めてもらった方が、明治政府にとっては都合が良かったわけですね。まあだからお米以外のものも作っていいですよっていうことにしていったわけですね。それに伴って、田畑永代売買禁止令というのも解除していくんですね。これまで農民は土地を勝手に売っちゃいけなかったんですね。江戸時代って結構飢饉が起こったんですけど、飢饉が起こって食べていけなくなってしまった時に、土地を売ろうとした者がいたわけですね。土地を売ってしまったら、その農民ってその後米が作れなくなってしまうじゃないですか。農民が不労者になってしまう上に、幕府にも税が入ってこなくなってしまうわけですね。なので勝手に売ったりするのは禁止だったわけです。けどこれを OK にしていくんですね。これからは税はお米では取らないわけですよ。現金で取るわけですね。なのでちゃんと払ってくれるんだったら、はっきり言って売ろうが何しようがどうだっていいわけですよ。なので田畑永代売買禁止令も解除していった、売買を OK にしていったということですね。こんな感じで税をね、現金で取る準備をね、着々と進めていくわけですね。それで税をね、どれくらい取っていくかっていう話になっていったわけなんですけど、税はね、土地の値段の 3% にしていこうとかっていう風に決まっていくわけですね。江戸時代までは取れ高に応じてお米を税として納め
めていたわけなんですね。で、どれくらいのね、税を納めていたかというと、お米の取れ高の 50% くらいを税として支払わせていたわけですね。これを、五公五民とかって言います。江戸時代の最初の方はこれ四公六民だったんですけど、五公五民になってったんですね。この五公五民ってどういう意味かって言ったら、お米の取れ高の5割、つまり 50% ですね。50% は公に支払う、つまり幕府に支払う。50% は農民の手元に残しておいていいっていうのが五公五民なんですよ。江戸時代の税というのは五公五民だったわけですね。なので取れ高の 50% を幕府に支払っていたわけなんですけど、具体的なね、例えを出していくんだったら、農民くんね、600万円分のお米が取れました。そしたらこの600万円の 50% を幕府に支払わなければいけないわけだから、300万円を幕府に支払うみたいな感じになっていたわけですね。で、これからは取れ高に応じてじゃなくて、土地の値段に応じてお金を納めてもらうわけです。で、土地の値段がこの時決まっていなかったので、明治政府は土地に値段をバンバンつけていったんですね。今まで君ね、600万円分のお米を納めてくれていたから、君の土地は1億円だとかっていう風にやるわけですね。はい、この土地1億円になりました。土地の値段の 3% を税として納めればいいので、1億円の 3% いくらかって言ったら300万円になるんだっていう話なわけですね。明治政府の収入が減らないように、土地の値段をこんな感じで決めていったわけですね。で、この土地を持っている人たちに、君は持ち主だからこのチケット持っといてねということで、地権というのを発行していくんですね。土地の所有者に地権を発行していって、地権を持っている人たちに税金を納めさせたんです。これが地租改正だったということなんですね。で、こんな感じで土地のね、値段を決めていった段階で、はい、じゃあこれね、実際に実施していきましょうということで、地租改正条例というのを出していくわけですね。これで一般の人たちは、税をお米で支払うんじゃなくて、現金で納めていくことになったわけですね。だけどね、これ実際やってみたら、この税ね、ものすごく重かったんですよ。このやり方ってものすごい一般人の負担になったわけですね。なんでかというと、凶作だった時に税を払うことができなくなってしまったんですね。江戸幕府の時は、取れ高に対して 50% 税を支払えばよかったわけです。今までは600万円分のお米が取れていました。今回は凶作で100万円分しか取れなかったんですけど、この場合は50万円分だけ支払えばよかったんですね。お米の取れ高に応じて税を支払っていたので、凶作の時、払わなければいけない税も減ったわけです。だけど、土地の値段の 3% っていう風に決められちゃったんで、はい、300万円今まで通り、毎年通り払ってくださいとかっていう風に言われちゃうわけですね。そうすると、払えなくなってしまうわけですよ。マジでこんなの耐えられないみたいな感じになっていくわけですね。で、それに加えて悪いことをする奴らが現れたんですよ。入り合い地っていうのがあるんですね。で、このね、入り合い地っていうのは何かって言ったら、村人たちが共同で使う山なんですよ。この入り合い地で採れた薪とか山菜とかを使って村の人たちは生活をしていたわけなんですね。だけど村の中でもすごいお金持ちのやつっているじゃないですか。このお金持ちが国に行って、この山買い取りたいんだけどとかっていう風に言い始めるわけですね。そしたらできる限り明治政府としてもお金が欲しいわけですね。なのでこの入り合い地がある山をお金持ちに売っちゃうわけですよ。で、そうするとこの入り合い地がお金持ちのものになってしまうので、村人たちはこの入り合い地から生活に必要なものを取ってこれなくなってしまうんですね。ものすごくこの後困窮していくことになるんです。この地租改正マジで反対とかっていう一揆が起こってしまったんですね。この一揆のことをなんていうかって言ったら、地租改正反対一揆、地租改正反対一揆と言うんですね。で、このね、地租改正が行われた数年後に税率が変わっていきます。これちょっといくらなんでも高すぎたかなということで、税率が 3% から 2.5% に変更していったっていうことなんですね。まあ、こんな感じで地租改正一揆というのは結果的に成功していったわけです。この時代って明治政府のお偉いさんだけでね、税率を決めていたので、一般庶民の人たちの感覚とか気持ちがあんまりよく分かってなかったんですね。今は一般人の中から選挙で国会議員が選ばれて、その国会議員がいろんな法律とか政治をやっていってくれるので、一般庶民の人たちの意見を反映するっていうことができるわけなんですけど、この時代ね、選挙なんていうシステムはなかったんですよね。なので反対意見があっても言う場がなかったので、こういう風に
揆とかを起こして暴動を起こして自分たちの意見を政府に伝えていくほかなかったんですよね。まあなので明治の初期はこういった一揆が結構頻繁に起こっていったということです。今回の動画は以上です。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。 Check it out.